おはようございます。両国のお昼です。はい、昨日福岡から帰ってきまして、今からモノグラフィーカメラ&アートさんにまた、向かいたいと思います。今日は小室美穂さんも上田浩二さんも、両名ともいらっしゃるということで、また印刷のちょっと相談に、ずうずうしくも行かせて いただこうかなと思います。ちなみに先ほど、これでいいかなと思うやつを40枚弱ぐらいちょっと選んでみたんで、また前回と同様に 2L サイズで一度印刷させてもらってから、OK だったらちょっと印刷紙の相談もしようかなというふうに思います。じゃあ行ってきます。ただいま3時前です。で、一応今のところとりあえず結局印刷した後もう一回選定して27枚になりまして、で念のためこう1枚だけ本番用の紙に今印刷してもらっている最中です。でそちらがちょっと15分ぐらいかかるらしいんで、ちょっとコーヒーをその間、飲みに行こうかというところで外に出ております。ということで、5時前になりました。なかなかと5時間もちょっとお邪魔させていただいて、もうがっつり本当に印刷から何やら何まで相談に乗っていただいて、途中からもうおすすめの写真集とかまでいろいろとお話しさせていただいたりとか、あとなんか出した後、その普遍社に出した後の帰ってきた作品を使って個展とかどうですかとか、なんかその相談とかもいろいろさせていただいて、本当にありがとうございました。ということで、ここから上村食堂に久しぶりにまた行きたいと思います。なんかお店の前に来たら知ってる人がいる。もう店番じゃないんだから当たり前のようにいますけど、お盆前だからっていうことで、お盆バーレルで、しかも今日僕上村食堂に来てからのカメラ今回し始めたんで、やっぱ Vlog 画面切りがあったら上村食堂に提供してないものが映ってる。茶色、ちなみに全員大体ご飯一回食べてます。すいません、ありがとうございます。あ、お疲れ様でした。あ、おやすみなさ い。ということで、おはようございます、柏木です。いつも通りです。もうなんかもうね、当たり前のように寝落ちしております。で、今回はいつも、モノグラフィーカメラ&アートさんの方で、また小室美穂さんとですね、上田浩二さんにがっつり写真を見てもらいながらですね、写真の選定を行ってまいりまして、印刷する27枚をも決めたので、そのまま印刷まで全てお願いしたと、そんなところです。はい、で実際にここにまた同じように 2L サイズで印刷した、作品、今回出す予定の作品があります。本ちゃんの紙は、A4 かな、 A4 サイズの1枚500円ぐらいするような紙でもう全部印刷してもらって、なんか本番用にすろうと思うと1枚あたり15分ぐらいかかるということで、ちょっと他のお客さんの印刷とかもありますので、23日かな以降に、受け取りという形で印刷をお願いしました。で今回せっかくなのでちょっと教わったこと、この写真の選定で今回しかも小室美穂さんの方から、写真集として出す、もしくは、提案していただいたのが、例えばモノグラフィーカメラ&アートさんの1階のところにある IIA ギャラリーっていうのがあるんですけど、例えばですが、その送った後に作品が返ってきた後、それをこう額装して個展とかを開いてみていかがでしょうかという、そこも含めてのがっつりとした選定をですね、お手伝いしていただいて、しかもめちゃくちゃアドバイスもたくさんいただいたというところなんですよね。ということで、なんか今回の構成は本当にがっつりちゃんとこうプロの写真作家の方のなんかノウハウが詰まったような選定に、図らずしもなっております。はい、というので、ちょっとなんかどういったことをやっていたかっていうのを具体的にちょっと説明して、今日の Vlog に変えさせていただこうかなと思います。具体的に選定の手順なんですけど、まず僕の場合は、10枚かな、10枚写真集というか写真展等を構成するのに必要なもの、例えば言いたいこと、
構成するのに必要な10作品を選んでくださいという形で、例えばこれを入れたい、これを入れたいみたいな感じでこう10枚連続して並べていくと。でその次に第2候補として入れた方が良さそうなもの、もしくはこの写真だけは絶対入れておきたいっていうような写真を5枚で、第3候補をさらに、僕の場合だと5枚、この5枚っていう制限はなくて、第1候補の10枚があったらそれを肉付けするのに必要な第2候補、もしくは自分の入れた写真群と、入れた方が良さそうだなって思う第3候補群をこうまず選んでいったっていう形で、それですでに20枚ぐらいだったかな、20枚ぐらい選定したという形ですね。っていう形でこうやってこう並べていったわけなんですよね。でその次にですよ、あとは今回はちょっと前回とさらに違う点としては、写真集みたいな形に出していくときに見開きのページになるわけなので、2枚1組の対になるような、組を作っていきましょうというような形で選んでいきました。例えばですけれども、ちょっと分かりやすいものでいきますと、すでにこの Vlog の中でも紹介しているような写真ではありますが、例えばこうですよね、こういう写真、はい、雨どいを撮った写真なんですけども、なんか上を見上げた時、そしてそれが下に落ちてくる様っていうような形で、こう見開きで並べた時に流れが分かるもの、意味があるもの、結局その構成する時っていうのも、先ほどその選んだやつも、なんでこの写真を選んで、なんでこの順番なのかっていうことを考えていかなきゃいけないわけなので、まず10枚選んだ理由は、こういうメッセージを伝えるために最低限必要な10枚で、自分が入れたいもの、もしくはその肉付けの説明で必要なものっていう感じで選んでいって、次にこう並べていった時に本として見た時の見開きになるので、対となる2組をこう選んでいくというような形ですね、っていうようなもので選んでいってるわけですね、今回の選定の場合だと。あとは例えば形状が似ているもの、性質が似ているものとして並べた時に良さそうなものですねっていうのをこう眺めていくというような形です。他にも例えばこちら、木の写真ですね。これはあれは木の写真、もう一つが、地面に落ちる木の影の写真ですね、というのがあるわけなんですけども、そのままに立ち止まって上を見上げた時と下を見た時というような形で、こう2つ見開きとして対になるものというような形で写真をこう選定した中で、さらに順番を考えるというような形で、あとは全体を選んだ時に足りなそうな写真をもう数枚追加していく、例えばその意図がちゃんと伝わっているかどうかを第三者的に見た時に足りなそうなものっていうのをこう追加していくというような形で全体として選んでいきましたと。はい、そういうような今回選定で、ちょっと個人的には少なくなったなと思ったんですけど、27枚というような形で、本当はねこう50枚ぐらい、選んでおきたかったんですけど、その50枚もさらにちょっとなかなか選べづらくて40枚弱になって、でそれが最終的に27枚というような、数になっていきました。はい、ということで一応なんだ、今日も小室美穂さんは、在留されている、なんかそのお店番されていらっしゃるので、ちょっと足りない写真もうちょっと足したいなと思ったら足すことができるんですけど、正直今の僕のなんていうか考えのまとまり方的に、ここから追加するのもなんかちょっと打足な感じもしてですね、今回はもうやはりまず最終的にそうやって学びながらちゃんと仕上げて出すとこまでっていうのが一つある意味目標な気もしているので、この27枚で今回を向かおうかなというふうに考えております。はい、本当はねもうちょっとボリュームがあった方が、評価していただくときに、例えば実際に今回は最終的にグランプリとなったら、写真集の制作とかも考えるともうちょっと多分本当あった方がいいんですよ。27枚とか少ないので、最低でもなんか30枚ぐらい本当はあった方がいい気がするんですけども、でもちょっと自分の今手持ちの写真と考えのまとまり具合的に、ちょっと
これ以上やるとなんかまたごちゃごちゃなりそうな感じがするので27枚というような形で今回は出したいと思います。はい、まあ、あとはちょっと印刷を待って、で作品出す時のストーリーの、話とかっていうのをちゃんと自分の中で言葉に残りの期間でまとめられるようにしようかなというふうに思います。はい、以上バシャケでした。Yeah, I start to clap. And I start to clap, 'cause I'm feeling good.